どうも、吉高です。今日の動画なんですけれども、僕のコーディネートルーティーンについて話をしていきたいなと思っております。最初に言っておきますけれども、コーディネートの必勝法とかモテコーデの秘訣とか、そういうことを話すつもりはなくてですね、あくまで僕がコーディネートを組む上で考えていること、頭の中身について話をしていきたいなと思っております。っていうのもですね、最近 YouTube のコメントで聞かれることが増えてきました。僕洋服大好きでたくさん洋服持ってるんですけれども、その分選択肢もたくさんあるわけですよ。その無数の選択肢の中でどういうふうにコーディネートを組んでるんですかと、聞かれます。同じように悩みを持っている服好きの男子、いるんじゃないかなと思うので、今日は服好きのコーディネート難民に向けて話をしていきたいなと思っております。最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、というわけで早速話していきたいんですが、僕がコーディネートを組む上で気をつけているポイント、大きく4つあります。この4つのステップに沿ってコーディネートを組んでるんですけれども、そのステップっていうのが、1つ目 TPO、 2つ目気候、3つ目メインアイテムの選択、4つ目サブアイテムの選択と、この4つのステップを順に踏んでコーディネートを組んでいってます。ではまず1つ目、 TPO について話をしたいなと思うんですけど、これについてはちょっと話すまでもないかなと思ってます。まずその日の予定がどういうものなのかっていうのを整理するところから始めるんですけれども、大きくインドアなのかアウトドアなのかぐらいの流度で大丈夫です。例えばアウトドアでバーベキューに行きますみたいな日に、ジャケットガチャーン、革靴ドカーンみたいな、バチコリ決めていく服装をしていくと少し違和感あると思います。というか僕のこの擬音に違和感を抱いている人多いと思います。それ置いといて、モノマトペちょっとおかしになってましたけど、それ置いといて、明らかにね、動くようなシチュエーションが多いと思うんですよ、バーベキューって。で、匂いもつくしみたいな、好きな人がいたとしてもそういう決める服装ちょっと違和感あると思います。はい、決めていきたいけどね、気持ちわかるけど、そこ気持ちを抑えてちょっと動きやすい服装していくとかね。逆に、インドアでおしゃれなバーに行きますみたいなシチュエーションあったとします。僕行かないんですけどね、おしゃれなバー。僕きったね居酒屋で安い酒飲んでますけれども、仮にそういうシチュエーションで半袖半パンで行くとね、ドレスコード引っかかるかもしれないですよね。ちょっと違和感あるかもしれないので、シャツ羽織っていくとかね、そういうある程度きれいめな服装をしていくと思うんですけど、そんな感じで、シチュエーションに合わせて洋服を決めていくと思うんで、その日の予定をベースにコーディネートの輪郭をね、定めていきます。でこれがステップ1なんですけど、ステップ2、気候ですね。これも話す必要ないと思うんですけど、その日暑いのか寒いのかみたいなところね。でこれ僕めちゃくちゃ参考にしている、あのツイッター X のアカウントがあるんですけれども、あのコットンの西村さんっていうお笑い芸人がいるんですが、その人が衣装予報っていうね、その日の天気予報に合わせてこういう服装がいいですよみたいなことをね、教えてくれるんですよ。これめちゃくちゃ便利です。朝何度、昼何度、夜何度、朝は寒いけど昼は暑いのでこういう羽織を持っていきましょうとか、雨が何時から降るんで折りたたみ傘必須ですみたいな、これめちゃくちゃ参考になるアカウントなんで、というかこのアカウントを今日お知らせしたいがためにこの動画作ったと言っても過言ではない。なのでその西村さんのアカウントを僕は見て、あ、今日はなんかアイテムこんな感じがいいんかなっていうところで、コーディネートの輪郭の解像度を上げていきます。はい、でここまでふわっと輪郭が定まってきたら、次メインアイテムを選択していく、これステップ3なんですけど、メインアイテム、簡単に言うと自分が着たい服を1つ決めてください。僕の場合は最近買った服とかが多いんですけれども、今日この気候でこのシチュエーションだから、こういう服着たいなみたいなのを決めていくと。メインアイテムはただ決めるだけです。でステップ4、ここからがちょっと複雑になってくるんですけれども、サブアイテムを決めていく。メインアイテムを決めたら、そのメインアイテムを整えるためのサブアイテムを決めていくっていう、工程に入っていくんですけれども、このサブアイテムを決める上で僕が気をつけていること3つあります。はい、1つ目がシルエット、2つ目がカラー、3つ目が文脈。これそれぞれ話していきたいなと思うんですけど、1つ目のシルエット、簡単です。服装を整えるシルエットっていうのがあるんですよ。A ラインシルエット、 Y ラインシルエット、アイラインシルエット、この3つのシルエットに沿っていればある程度服装は整いますよっていうのがあるんですよね。
まあ、どういうものなのかっていうと、それぞれアルファベットの字のごとくです。 A ラインはトップスがタイトでボトムスがルーズ、 Y ラインはトップスがルーズでボトムスがタイト、 I ラインは、トップスもボトムスもタイト、もしくはルーズみたいな感じで、まあ、このシルエットに沿ってメインアイテムを整えるアイテム、サブアイテムを選んでいくと。で、次にカラー、まあ、これ僕の中で簡単に決めている、まあ、ざっくりとしたルールというかありまして、あの無彩色プラス一色っていうのを気をつけてます。で、この一色っていうのはアースカラーを選んでます。まあ、有彩色ですね。で、この無彩色が何なのかっていうと、まあ、サイドを持たない色です。黒、白、グレー、この3つで、有彩色はサイドを持つ色で、アースカラーっていうのはですね、まあ、自然にある色をイメージしてください。まあ、土のブラウンとか木植物のグリーンとか、まあ、空の青とか、まあ、こういうアースカラーを入れていきます。で、なんでこういうコーディネートを組むのかっていうと、まあ、色数が多ければ多くなるほどコーディネートって複雑になってくるんですよね。なので無彩色ベースにするんですけど、まあ、無彩色だけだとちょっと味気ないというところで有彩色を入れていく。で、この有彩色はアースカラーを入れると整いやすいですよっていう話です。まあ、アースカラーはですね、自然にある色なので、まあ、街に馴染みやすいんですよね。なので無彩色プラス一色、それがアースカラーみたいな感じで、まあ、サブアイテムを決めていきます。で、最後に、文脈、これ何やとこれちょっと服好きの変態的な領域入っていくんですけど、まあ、そのメインアイテムの文脈、背景がどういうものなのかっていうのを考えるんですけど、まあ、US なのかヨーロッパなのかみたいなところとか、ミリタリーなのかみたいな、ワークなのかとか、そのアイテムの文脈を整理していきます。例えば、まあ、古着のスウェットですみたいな、チャンピオンのスウェットですってなったら、まあ、古着で US のみたいな感じで整理していきます。で、この文脈に沿ってコーディネートを組んでいくんですけど、あのメインアイテムが、まあ、US だったらボトムスも US がいいなとか、メインアイテムが、ミリタリーだったらボトムスもミリタリーがいいなみたいな感じで整えていきます。これ別にやらんでいいです。はい、別にやらなくていい、これ自己満です。あの、例えばですけど、ナイキのシューズ履いてアディダスのソックス履くのって僕ちょっと違和感があってチグハグしちゃうんですよね。これ分かりやすいと思うんですけど、なのでナイキシューズだったらソックスをナイキにしたいなみたいなのがあるんですよね。でもこれやらなくていいです。はい、で僕は文脈考えてます、はい、っていう感じで、この4つのステップに沿って、まあ、コーディネートを組んでいきますよっていうところで、まあ、ちょっと例があると分かりやすいかなというふうに思うんで、とある日の僕のコーディネートに沿って、まあ、紹介していきたいなと思うんですけれども、この日のコーディネートは、メインアイテムは、スウェット、チャンピオンのスウェットを選びました。で、これはですね、あの US の、ミリタリーの文脈を持ったスウェットになります。海軍学校の学生が着ているユニフォームなんですけれども、これがメインアイテムですとなった時に、じゃあボトムスにしようって考えるじゃないですか。で、シルエットは結構 US のスウェットなんで少しゆったりしてる、ただ大きすぎないみたいな感じなんで、ボトムスも、まあ、僕はアイラインシルエットで揃えようかなというところで、ちょっとゆったりした、ボトムスを持っていきたいなとまず考えます。で、色味、スウェットはグレー無彩色なんで、なんか一色有彩色持ってきたいなというところで、まあ、アースカラー持ってこようかなって考えます。で、最後に文脈、US なんでアメリカテイストの、まあ、洋服がいいかなとか、まあ、海軍学校なんでミリタリーのテイストがいいかなみたいなの考えるんですよね。で、これらを整理した上で、M65 のカーゴパンツを僕は履きました。シルエットはちょっとゆったりしていて、で、US のミリタリー文脈揃えます。で、カラーはカーキみたいなところで、まあ、整えていきます。で、最後にシューズ、まあ、同じように文脈整えていくんですけど、この時は、プーマのアーミートレーナーを履いてます。まあ、軍物で揃えてるんで、まあ、シューズも軍物がいいなというところでアーミートレーナーで、プーマはドイツのブランドなんでちょっと文脈ずれてるんですけど、まあ、軍物で揃ってるんで、まあよしかと。で、シルエットはちょっとあのシュッとした感じの、まあ、タイトめなシューズなんですけど、アーミートレーナーってトップスとボトムスが結構カジュアルなんで、そこに反する整えるようにシューズは綺麗めな靴を持っていくと、まあ、いうところで、まあ、コーディネートを整えていきました。はい、まあ、そんな感じで、まあ、4つ目のサブアイテムを選択って結構複雑かもしれないんですけれども、僕はシルエットとカラーと文脈、これらを整えてコーディネートを組んでいきましたという例ですね。はい、まあ、最後の文脈マジでいらないです。
話しながら思ってましたけど、はい、というわけで、まあ、こんな感じで大きく4つのステップに沿ってコーディネートを組んでますよっていうところなんですが、参考になりましたでしょうか、服好きの皆さん。はい、というわけで、もし、今日の動画がですね、参考になったなと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録押していただけると嬉しいです。はい、まあ、あと、インスタグラムとか SNS もね頑張っているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。本日もですね、最後まで動画の方をご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。